龍が如く5、続きをやっていきましょう。長須タクシーに来ておりまして、レースミッション、息子を訪ねて、早速やっていきましょう。タクシーとして営業していけない車に乗ってるけど、完全にレース仕様になってるわ。行きましょう。では行ってきます。ああ、鈴木さん。はい。ちょっと相談なんやけど、どっかうちん会社に入りたかって人おらんね。ドライバー足りてないんですか？ああ、車が余っとってね。それに鈴木さんもいい年なんやけん、いつまでも新人じゃ辛かやろ。そろそろ先輩風の一つでも吹かせてあげたかと思ってね。本当にそう思ってんの？私は別に先輩風など。まあ実際人手不足には変わりないけん、誰かおったら紹介してくれんね。はあ。しかし、この土地に知り合いもいないしな。とりあえず仕事に行くか。そうだな。頭の片隅に入れておこう。お待たせいたしました。長須タクシーです。運転手さん、とりあえず乗せてくれる？はい。どうぞ、お乗りください。訳ありっぽいね、お母さん。運転手さん、唐突な話なんだけど、うちの息子知りませんか？え、息子さん？そう、一年前に田舎を飛び出して行ったっきりどこにいるのかわからないんですよ。家出ですか？仕事もせずに手叩くのおかしいだろそこで。仕事もせずに遊んでいるもんだから怒ったの。そしたら次の日出て行っちゃって、それでこの一年全国探し回ってるんです。タクシーで回んのコスパ悪くねえか。母を訪ねて何千里って話があるけど、母が訪ねてどうすんだか。本当に苦労かけるバカ息子で。何か手がかりはないんですか？それがね、風の噂なんだけど、博多で働いてるって聞いて。お、息子さん、家出はしたものの、ちゃんと働いてるんですね。聞いた時は嬉しかったわ。けど、親に心配かけたのは許せないからね。見つけて一発ぶん殴ってやらないと。ぶん殴るとか言うお母さんだと思わなかったわ。と思ってね。ほうほう、息子さん、博多で何の仕事してるかわかりますか？それが、走り屋っていうお店みたいなんだけど、何屋さんかよくわからないのよね。電話帳にも載ってないし。走り屋。そう、運転手さん知ってる？走り屋のたまり場といえば、デビルキラーとレースをしたサービスエリア。ねえ、運転手さん知ってるの？ちょっと待ってください。まあ。まあ、助かるわ。じゃあ、走り屋さんまで連れてってください。しかし。大丈夫、大丈夫。息子が頑張って働いてる姿を見れば、殴る気なんか起こらなくなるわよ。もしかすると感動して泣いちゃうかも。じゃあ運転手さん、走り屋さんまで直行で。俺どうしてもデビルキラーに入りたいんです。昔から憧れだったんです。お願いします。意外がデビルキラーはポットでの走り屋が気安くまたげる敷居じゃなかった。俺福岡に来てからレースでは全然負けなしっす。それが度減した。いくら雑魚に勝ったところで簡単に認めるわけなかろうもん。コーチ。え？母ちゃん、なんでここに？日本中あなたを探し回ったのよ。で、この運転手さんに連れてきてもらったの。一発お気を据えなきゃいけなそうだな。ああ、お前はあのタクシー運転手。貴さん、この間よくもデビルキラーば。そんな話は今度だ。今日はそこの息子さんに用がある。ん？あんた、こんなところで何やってんだよ。何って、見たらわかるだろ。走り屋だよ。え？これが走り屋さん？仕事は？仕事なんかしてねえよ。ゴン、バカ息子！今すぐ田舎に帰るわよ。もうお母さんとしては悲しいよな、これ。息子が仕事もしないで走り屋やってるって。嫌だよ。俺はデビルキラーに入るんだ。母ちゃん、昔から横文字の会社は信用ならないのよ。そこ？横文字の会社は信用ならないっていう価値観を変えた方がいいな。会社じゃない。伝説の走り屋チームだよ。もっとダメだよ。走り屋チーム？車で走るのかい？まさか、暴走族みたいなもんじゃないだろうね。まあ、ちょっと趣旨は違うけど、似てあのもんかな。いい加減におやし。そんな人様に迷惑かけるようなことばっかりして。ちゃんと仕事を探してお願いよ。うるさいな。頑張って探したさ。でも俺にできることなんて運転ぐらいさ。こんな俺を雇ってくれる会社なんてどこもなかったよ。ヒルさん、思い出せ。
できるのは運転くらいか。なんで思い出さねえんだよ。渡部さん、お願いです。生きがいは走りだけなんです。俺をデビルキラーのメンバーに入れてください。めんどくさか状況やね。あ、そうばい。おい、小僧。あん、タクシー運転手とレースはしてみろ。え？あん、タクシー運転手にレースで勝ったらデビルキラーに入れてやってもよかばい。え？そんなんでいいんすか？楽勝っす。何言ってるの？人に迷惑かけるなんて言ったでしょ。いいから一緒に帰って仕事を探しましょう。母ちゃんには関係ないんだから黙っててよ。運転手さん、とっとと追っ始めましょう。断る。レースをする気はない。え？頼むよ、運転手さん。ただ普通に走るだけでいいんで。俺が勝手に抜いていくからさ。お前、さっき俺にできるのは運転くらいだって言ったな。え？ああ、それがどうしたの？運転ができるならうちの会社でタクシー運転手をするのはどうかと思ってな。え？よろしいんですか？偶然人材を探していたところだったんです。もし息子さんさえ良ければ。もちろんです。よろしくお願いします。母ちゃん。何勝手なこと言ってるんだよ。嫌だよ、タクシー運転手なんて。どうして嫌なんだ？運転は好きなんだろ？だってタクシー運転手なんて、走り屋と正反対じゃないか。まあ、飛ばせねえな、確かに。安全運転しか取り柄がないような、下手くそでチキンな連中がやるもんでしょ？ムカつくわ。俺はすげえ速さでコーナーを攻めるような超テクニックあるイケてるドライバーに憧れてるわけ。だから走り屋がいいの？あんた、なんてひどいこと。もし、すごいスピードでコーナーを攻めるような、走り屋より速いタクシードライバーがいたら、お前はどうする？来た来た。そんなのいるわけないでしょ？何を言ってるんだか。さあ、早くレース始めるよ。しっかり振りは効かせたので、あとはボケていくだけですね。渡部さん、見ててくださいね。はいはい。火事。歩行者には十分気をつけるのよ。交差点は右見て、左見て、もう一回右見て。ここは高速道路だよ。今のツッコミは正しい。これ勝てるでしょ。高速のカリスマだからね。ここは飛ばしていきましょう。悪いけど、踏み台になってもらいますよ。はい、ガチ。いいレースだったぜ。いや、なんじゃ。どうだった？お前がバカにしたタクシー運転手の走りは。すごかったっす。俺が間違ってたっす。予想通りか。じゃあ俺はこれで。コージ、さあ、これでもう気が済んだでしょ。一緒に帰りましょう。母さん、あんたの好きな肉じゃがたくさん作ってあげるから。こういうお母さんの優しさは染みますよね。これ以上母親を悲しませるなよ。じゃあな。かっこいい。待ってください。さっきの話まだ有効ですか？タクシー会社に入らないかって話。ああ。俺を雇ってもらえませんか？お願いします。俺、運転手さんの走りに惚れたっす。あなたの下で一緒に働かせてください。あんた、あんな失礼な態度を取ったくせに今更何言ってるの？大人の世界ではそんなの認められないわよ。それに関しては謝ります。でも本気なんす。お願いします。お願いします。いいだろう。本当ですか？ええ。もともと誘ったのはこっちですし、息子さんもやる気になったみたいなので。でも、息子はあんなひどいことを。確かに、大人の世界ではああいう言動は許されません。だが、これだけ反省してやる気になっている人間を見捨てるようなことは、俺の知っている男の世界では許されない。男の世界？お母さん、息子さんをお預かりします。さあ、行くぞ。俺は鈴木という。これからよろしくな。ありがとうございます。俺、精一杯頑張るっす。よかった。よかったわね、コージ。ただいま戻りました。ね、お疲れさん。ん？その和コードは？うっす。自分は今日からこの会社で働く企業家っす。よろしくお願いします。え？
本当にうちで働いてくれるとね。うちはタクシー会社ばい？うっす。まずうっすやめろ。入って言え。今はもうデビルキラーに入るより、運転手の仕事を覚えたくてうずうずしてるっす。デビルキラー？清川は走り屋だったんですが、いろいろありまして。そうか。まあ何はともあれ、アゲングにもつかんチームに入らんでよかったばい。ばってん、清川くんは偉い若かねえ。吉村松くん、年も近しい彼の面倒は見てくれんね。桐生さんに言うんじゃねえのかよ。はい。いいですよ。あ、自分は鈴木さんの下で修行したいっす。鈴木さんから男の世界を教わりたいっす。男の世界？なんかいかがわしばってん。お前ら大丈夫ね。お前の思考が大丈夫か、中島さん。そんなんじゃないっす。自分は鈴木さんに惚れたんす。ますます。まあ、なんでもよかばい。鈴木さん、清川くんよろしくね。はい。後輩第一号おめでとうございます。うるせえよ。どうも。鈴木さん、まずは何からすればいいすか？まずは言葉遣いからだ。返事は、はいだ。うっす。引っ叩こうか、お前。俺の話、聞こえてたか？うっす。聞こえてたっす。まっすぐな目で言うな、アホ。理解できてたか？うっす。言葉遣い。うっす。わずとやってんだろ、お前も。手間がかかりそうな後輩だな。まっすぐではあるんだろうな。うん。あら、鈴木さん、お仕事なら来てますよ。ミッションしてんのは現る。この仕事は？ああ、それね。鈴木さんにクレームなのよ。え？すっごい怖い声で怒鳴ってる電話だったけど、心当たりある？クレーム？謝罪はどこへ行けばいいですか？ちょっと待ってね。あ、高速のサービスエリアだって。あいつらだろ。サービスエリア、デビルキラーからの挑戦か。そういえば前もサービスエリアに芸者に行ったことあったわね。同じ人かしら、はい、丁寧に対応してきます。常連様なので。お疲れ様っす。あ、清川くん。ちょうどよかった。今から鈴木さんがクレーム対応に行くから同行してごらんなさい。勉強になるわ。うっす。お前まだ治んねえのか。鈴木さんよろしくっす。もういいや、お前はもうそれでいいわ。うん。いや、彼は。いいじゃない。かっこいい姿だけじゃなくて頭を下げる姿も見せなきゃ、後輩は育たないわよ。頭下げるつもりねえんだよ。そうです、そうです。平川さんの言う通り。鈴木さん早く行きましょうよ。ここに来ると走り屋だってあの頃を思い出すっすよ。あの頃と言ってもついこの前の話だろ。へへへ、行ってみたかっただけっす。ところでそのクレーマーまだっすかね。お前先輩立たせて座ってんじゃねえよ、お前。デビルキラーとのレースに清川を連れてきたのは間違いだったな。ああ、おめえが流すタクシーの鈴木か？お前は？カジワラだ。知っているのか？知ってるも何も。デビルキラーのトップ4、つまり四天王の一人です。とにかく命知らずの荒く強引な運転でお釈迦にした車の台数は数知れず、しかし本当に恐ろしいのは対戦した相手の7割が廃車に追い込まれると言われるほど危険なレーストラップの数々。運転席を降りてもその荒い気性は変わらず、他チームとの喧嘩は日常茶飯事、病院送り上等、いつしかついたあだ名がクラッシュカジワラだぜ。さすがに詳しいな。意外な役の立ち方をするもんだ。しかしなぜクラッシュカジワラがここに？プロレスラーみたいな名前だ。まさか。俺にクレームがあるってのはあんたか。どひゃー。お前黙っててくんね、ちょっと。デビルの四天王からクレームって、鈴木さん一体何やらかしたんすか？デビルの若手二人がよ。大怪我で入院しちまってよ。どうしてくれんね。入院？確かにレースの相手にはなったが、入院させるようなことはしていない。俺とは無関係だ。関係大ありなんだ。一階のタクシー運転手がデビルキラーとレース。しかも二戦ともデビルを任す？んなことあっちゃならねえんだ。え？鈴木さんがデビルに二勝？報告受けた時は驚いちまってよ。気が動転して気づいた時にはあの二人をボコボコに殴ってたぜ。おめえじゃねえかよ。なるほど、それで入院か。かわいそうだろう。未来ある若者が大怪我で入院だぜ。このままじゃ俺やりきれねえや。
ってわけでよ、二人の胸を晴らすため四天王である俺様が直々におめえの相手をしてやるって話だよ。めちゃくちゃな理屈だな。死の子の言わずに始めようぜ。とっとと棺桶、あ、失礼。タクシーに乗りな。間違わねえだろ、それ。いいだろ。ダメっすよ、鈴木さん。俺の説明聞いてたんですか？いくら鈴木さんが早いとはいえ、タクシー運転手がクラッシュ梶原とレースなんていくらなんでも無謀すぎる。下手したら負けるだけじゃない。あいつの無茶な攻めで殺されちゃうかもしれないんですよ。俺のことより、自分の仕事の心配でもしろ。未だにまともな敬語を聞いたことがないぞ。ああ、わからずやだな。なんでそこまでして。約束したからだ。約束？ああ、デビルキラーを倒す約束だ。一度交わして約束は守る。それが、男の世界。まあ、そんなところだ。だから俺は、ここで逃げるわけにはいかない。かっこいいおっさんじゃねえか。気に入ったぜ。殺すのが惜しいね。いや、殺し合いじゃねえから。レースだろ。ゴール地点で待ってろ。俺は必ず、生きて戻ってくる。うっす。入って言ってくれ。高速のカリスマ対デビルキラーの破壊を、行きましょう。やかましいわ。さあ行くぜ。行き爆裂アクセル。アクセル全開。バカな。はい、オッケー。いいレースだったぜ。バカな。すげえ、本当にクラッシュ梶原に勝っちゃった、鈴木さん。バカな、この俺様がレースで、それもタクシーごときに負けるなんて。タクシーじゃねえよ、もはやあれは。もう一周勝負しろよ。次は必ず。往生際が悪いな。よしましょう。四天王ともあろうものが見苦しい。お前、なぜここに。おい、清か、あいつは。よしみだ。誰だよ、よしみ。四天王の一人です。通称、クールよしみ。冷静沈着な状況判断と分析力で数々の。じゃあしやおぞ。ひぃ。よしみ、てめえ何しに来たんだ。何って、レースを見せてもらったんですよ。あなたが負けたら付けは私に回ってくる。今のうちから鈴木さんの走りを分析しておく必要があったのでね。じゃあてめえ、俺が負けると思って今日来たってのか？まあ、実際あなたは負けましたしね。ふざけんな。俺のルールではな、レースで負けてもな、喧嘩で勝っちゃ勝ちなんで。もうそのルールでやってないから今。おい、鈴木、今から俺と対マン張り、お前は特別に。全治1年のコースで入院させてやるよ。おい、これが伝統あるデビルキラーのトップ4か。お恥ずかしい限りです、鈴木さん。なんとでも言うがいい。行くぜ、覚悟しろや。あ、やっちゃいますね。はい、OK。バカな、レースで負けて、喧嘩でも負けた。こんなこと初めてだ。まだやるか。もう結構です。すみませんでした。情けない奴だ。四天王の面汚しめ。鈴木さん、お手を煩わせて申し訳ございませんでした。どうやらあんたは話が通じる相手のようだな。ええ。ですが残念ながら、今はあなたと楽しくお話しする気はありません。次のレースで大いに語り合いましょう。お互いのエンジン音で、ね。どんなに落ち着いていても、あんたも根っから走り屋の血が流れてるってわけか。まあ、そんなところです。楽しみにしていますよ。
あなたと走れる日は。ちなみにあなたが倒したクラッシュ梶原は四天王の中では最弱です。くれぐれも油断なさらぬよう。では。次はクールヨシミとバトルすか。そのようだな。鈴木さんって走りは速いし喧嘩はめっぽう強いし、一体何者なんすか。ただのタクシードライバーだ。クレーム対応の授業は以上だ。帰るぞ、清川。はい。はい。ほう、ちゃんと入って言えるようになったな。うっす。あざっす。ダメだこれ。ただいま戻りました。あら、お帰りなさい。どう？怒ってたお客さん大丈夫だった？はい。ええ、土下座をして謝りました。あら、そりゃ大変だったわね。清川くんも見てわかったでしょ？この仕事の辛い面。今日の鈴木さんはめちゃくちゃかっこよかったです。鈴木さん、どんな土下座の仕方したの？走り屋の地行きましょう。あ、それ今入ってきた依頼なんだけど、いつもの高速道路にお呼び出しの客よ。またデビルキラか。はい。行ってきます。はい。お気をつけて。鈴木さん。浦松くんば見んかったね。浦松さん、いえ、見てないです。おかしかね。どうしたんですか。浦松くん指名の依頼が入ってきたっちゃけど、急に姿が見当たらなくなったとよ。連絡も取れなくてくさー。珍しいですね。そうなんよ、浦松くん。気真面目なのにくさー。代わりの運転手を行かせることはできないのでしょうか。それがこのお客さん、村松くん一本の常連でね。彼が来れんならもう二度とお宅は利用しないとまで言われちゃってね。洗車終わったっす。ああ、清川くん。村松くん見んかった。村松さん？ちょっと前まで二人で一緒に話してたんすけど、その後は知らないっすね。探してるんすか？そうか。やっぱ誰も知らんとね。私も探しましょうか。あ、じゃあ俺も。いやいや、気持ちはありがたいばってん。みんなで動いて各自の仕事に穴が開いたら本末転倒ばい。この件は俺が土下座するけん、二人とも自分の仕事に専念してくれんに。うっす。さっき村松さんと話してたんだよな。何の話をしていたんだ。そりゃもちろん鈴木さんが四天王のクラッシュ梶原に勝ったって話っすよ。おい、あまり人に話すなと言ってるだろう。まあまあいいじゃないっすか。で、このままの勢いでいったら鈴木さんの四天王全員に勝っちゃうかも。デビルキラーの四天王に勝つ。それはつまり鈴木さんが福岡最速の称号を手に入れるということなんすよ。で、俺が村松さんに力説したんす。俺は福岡最速なんてどうでもいい。まあ俺もタクシー運転手が福岡最速になるなんて夢みたいな話だとは思うんすけど、村松さんと話してるとついつい熱くなっちゃって。それで村松さんはなんと。確か、行動レースで最速になったところでどうのこうのって。あんまり覚えてないっす。俺人の話は聞かないタイプなんで。村松が四天王の一人なんかもしかして。ところで、次のレースはいつっすかね。俺早く見たくてワクワクしちゃって。余計なことを考えていないで仕事に専念しろ。デビルキラーの四天王はあと3人。早くこのレースから足を洗いたいものだ。鈴木さん。まあ、やっぱそうなんだ。村松さん、なぜここに？社長が探してますよ。ん？鈴木さんこそこんなところで何をやってるんですか？例のデビルキラーとのレースです。順調に勝ち進んでるそうですね。はい。今のところは。福岡最速の称号を手に入れるのが待ち遠しくて仕方がない。そんな顔をしていますね。村松さん、清川から何を聞いたか知りませんが、私はそんなものに興味はありません。そんなことより早く仕事に戻ってください。キリュウは本当に鈍感だよな。大事な常連客さんからの指名が入ってるんです。今ならまだ指定時間に間に合う。では早いところ僕は鈴木さんとレースをしなければいけませんね。今日ここにデビルキラーの人間は来ませんよ。あなたを呼び出したのは僕です。やっと気づいた。実は僕はかつて F1 レーサーを夢見ていた人間です。アマチュアのレースでの成績も良かった。
順調にいけばあのままプロレーサーになれていたかもしれません。何か順調にいかない理由が？知ってますか？プロレーサーになるためには莫大なお金がかかるんです。マシン、サーキット、遠征、テスト。僕は必死で金を工面しながら努力しましたよ。しかし僕の家は貧しかったし、バイトで稼げる金なんてたかが知れてる。結局夢は叶うことなく終わってしまった。金があればもっと速さを追求できたの。で、その話と私がどう関係しているんですか？僕はね、鈴木さん、行動レースに講じる走り屋が大嫌いなんですよ。走りを求める者は俺のようにサーキットで健全に求めるべきだ。それを一般者を巻き込みかねない行動でレースするなんて社会のルールに反している。そう思いませんか？はい。もちろんそう思います。私がデビルキラーと戦うのも彼らを通して潰すためですから。よく言いますよ、鈴木さん。そんなこと言いながらあいつらとのレースを楽しんでるでしょ。そんなことは。まあでも楽しんでなかったらあんなデコレーションしねえよな。とにかく僕はあんたらが行動で最速を争ってること自体が腹立たしいんです。所詮あんたら走り屋なんてサーキット育ちの僕から言わせれば胃の中の蛙だということを今から実感させてあげますよ。そんなレースこそ無意味です。早く仕事に戻ってください。わかりました。もしも鈴木さんがレースで勝てば僕は速やかに仕事に戻りましょう。職場の同僚とレースをする気はありません。そもそも私は走り屋ではない。さあ、早く仕事へ。断固断る。これは説得ではどうにもなりそうにないな。わかりました。走りましょう。ようやくその気になりましたか。素人とプロの走りの違いを痛いほど見せつけてやりますよ。乗ってんのは普通のタクシーなんだ。でも行きましょう。サーキット仕込みのドリフト見せてやりますよ。やるな。え、オッケー。いいレースだったぜ。バカな、この俺が。負けた。サーキットで鍛えた僕が。村松さん、もう一度言いますが、私は走り屋じゃありません。そんなこと分かってますよ。あなたを走り屋呼ばわりしたのは、僕があなたと走る口実を作りたかったからです。僕はあなたに嫉妬していた。デビルキラーに勝って、速い、最速だ、ともてはやされているあなたに。僕の方が速いのに、ずっと内心そう思いながらイライラしていました。でもそれも今日で終わりです。乾杯ですよ、鈴木さん。僕の変なプライドを打ち砕いてくれてありがとう。これであなたを心から応援できる。浦松さん、デビルキラー絶対に倒してくださいね。僕の走り屋を憎む気持ちは嘘じゃないですから。はいはい。しかしこのタクシー会社には凄腕のドライバーが不思議と集まってきますね。やっぱり社長の影響なのかな。社長ん？あれ、鈴木さん知らないんですか？うちの社長昔走り屋だったって。そうなんだ。中島社長が。まあ僕も噂で聞いただけですし、何より20年以上前の話なんで詳しくは知らないんですが。僕は走り屋は嫌いですが、走り屋から足を洗って真っ当に働く社長はとても尊敬しています。さあ急いで仕事に戻ります。黙って仕事を抜けちゃったし、これ以上社長に迷惑がかけられませんからね。はい。ええ、そうしましょう。ただいま戻りました。ああ、鈴木さん、さっき村松くんから連絡が来よって、無事に指名客の依頼に間に合ったらしか。そうですか。いや、なんでも村松くん、社内で休憩中に寝過ごしたらしか。最近忙しかけんみんな疲れとうとかな。最近忙しかけんみんな疲れとうとかいな。鈴木さんもくれぐれも安全運転でね。はい。事故が一番怖いけんね、事故が。まあ、なんかあったんだな。社長。ん？いえ、やっぱりいいです。ん？あ、そう。平川さんも疲れ溜まっとっちゃない？最近肩こりが少し。ああ、俺も。肩、首、背、腰、全部凝っとうよ。年にはかなわんねえ。この人が元走り屋。傾向と対策やっていきましょう。
ああ、いつもの高速道路のお客さんね、鈴木さんを指名よ。デビルキラク。今日は随分丁寧な口調だったわね、あいつか。名前は確かクールよし。行ってきます。こら、待て。今日は2が3倍。和田さん。もう無理っすよ。これ以上机に向かってたら俺気が狂いそうっすよ。どうしたんですか。社長から清川くんの試験勉強を面倒見てやってくれって頼まれたんですけど、この子がまともに勉強してくれんでね、骨が折れるよ。なんでタクシー運転手になるために教科書とノートで勉強しなくちゃいけないんですか。仕事は運転でしょ。だったら俺の運転を見てくださいよ。マジで激うまっすよ。だからどんなに運転が上手くてもタクシー運転手になるためには二種免許という免許が必要で。いや、ああもうその話は散々聞いたっすよ。じゃあ別れよ。だったら少しは努力ばせんと永遠に筆記試験に受からんぞ。僕らだって忙しい仕事の合間を縫って教えてあげているんだ。ちゃんとやれ。いくら勉強したって俺には無理っすよ。昔から頭悪いっすよ。できないもんはできないっすよ。とにかくもう勉強は嫌だ。子供か、おい。ああ、ハンドルが握りたい。アクセルを踏み込みたい。その前にシートベルトをな。うわー、うるさいな。もう。ああ、逃げちゃったよ。あげん子供みたいなのが社会人とは、まったくゆとり教育ってやつは。和田さん、村松さん、お手数かけてすみません。いや、別に鈴木くんが謝る義理は、彼は私が会社に入れた人間ですので、私が責任を持って連れ戻します。ん?って言っても、どこに行っちゃったかわからないですよ。大丈夫です。見当はついているので。鈴木さん、なんでここに、もしや、俺を探しに来たんですか?連れ戻そうとしても無駄ですよ。俺はもう勉強なんてしたくないです。バカな俺が合格できる可能性なんてどうせ100分の1くらいのもんですから、負ける勝負なんてしたくないです。いや、別の用事があってここに来ただけだ。え?別の用事?まさか、デビルキラーとの対戦ですか?そんなところだ。次の相手はクールヨシミですよね。こんなこと言うのはなんですが、正直戦うのはやめた方がいいと思います。鈴木さんのことはもちろん応援してます。でも走り屋事情に詳しい俺からすれば、正直鈴木さんが勝つなんて夢のまた夢っすよ。この間倒したクラッシュ梶原、奴でさえ四天王の中ではゲノゲ、その上のクールヨシミは比べ物にならない速さっすよ。ほう、そんなに速いのか。ええ、クールヨシミ。冷静沈着な状況判断と分析力で幾多のバトルを制してきた男。対戦相手のことならマシンのパーツから血液型に至るまで全て事前に調べ上げて数値化。それを過去のデータと照らし合わせ、最も効率のいい勝利法則を割り出すスタイルは ID ドライブとも称されています。この知識量、少しは勉強に避けないものか。本当だよ。とにかく対戦は断った方がいいですよ。俺、鈴木さんが負けるとこなんて見たくないですから。俺の受験と同じです。負けると分かっている勝負に挑むなんて馬鹿げてる。お待たせいたしました、鈴木さん。クールよしみ。あんた、いろいろ調べ上げてるらしいな。ええ、苦労しましたよ。何しろタクシーとレースをするのは初めてですので、過去にデータがありませんからね。日本で初めてタクシーが運行された1912年にまで遡ってゼロから日本のタクシーを調べましたよ。無駄な時間だぞお前それ。桐生さんのこと測れると思うなよお前。当然あなたの車に関しても解析済みです。使っているパーツ、そしてあなたのドライブの癖、すべて頭の中に入れさせていただきました。お前んとこに来る直前にパーツ変えたわ。はい、その頭の中に入ってる情報無駄買った熱心だな。その結果は本日の天候、道路状況、もろもろの統計を踏まえ、私と鈴木さんがレースをした場合、残念ながらあなたが勝てる可能性は多く見積もっても100分の1程度でした。100分の1。どうです?それでも私と戦いますか?タクシー運転手さん。
当然だ。ただのタクシー運転手だと思ってるところがもう大誤算ですね、フール吉川。鈴木さん、やめましょうよ。100分の1ですよ。どうせ勝てませんって。確かに勝率は低いかもしれない。だが、ゼロではない。え？あいにこれは勝ち目がないからといって逃げ出すような環境で育ってないんだ。自分次第で運命も可能性も変えられるってこと、お前に見せてやるよ。かっけえ。いや、セリフはかっけえんだ、いちいちな。鈴木さん、けっけっけ。いい度胸ですね。気に入りましたよ、鈴木さん。あなたみたいな男の無様な姿を見るのが私の一番の楽しみなんです。少ない勝機を探して、せいぜいもがいてくださいよ。前も色も変えたからね。エンジェル柄にしたしね。まあせいぜいあがいてくださいよ。何をおっしゃいますか。行きましょう。 OK、 行ける。 OK、 いいレースだったぜ。計算が間違っている。カットしたけど何回も言ってたのお前。すげえ、100分の1の戦いで勝っちゃった。信じられん。データでは確実に私が勝利するはずだったのに、なぜだ、なぜだ。勝負は統計や確率で決まるわけじゃない。データに溺れたな、ヨシミ。け、鈴木さん、させんでした。どうせ負けるとかひどいこと言って。運命も可能性も自分で変えられる。これで分かっただろう。今度はお前が変える番だぜ。はい。完全に打ち抜かれたな、清川。ただいま戻りました。お帰り。あ、清川君。和田さん、室松さん、今すぐ勉強教えてください。どうした急に。さっき、できないもんはできないと。何言ってんすか。できないからってその時点で諦めたらずっとできないままじゃないですか。鈴木さん、すごいですね。どうやって彼を変えたんですか。いや、私は何も。ん？わかったわかった。勉強は教えてやる。だがその前にやることがあるだろ。はい。さっきの失礼な態度を皆さんに謝らなくてはいけません。やめ、その通り。彼、成長しましたね。だといいんですが。丁寧な言葉で社会人らしくな。はい。皆さん、先ほどは。賛成した。ん？なんでその日本語は。賛成した。賛成した。何回言うんだよ。賛成した。いいよ、もう。うるさい。レベルアップ。桐生さんの顔。さあ行きましょう。いつもの高速道路の常連さんよ。デビルキラか。行ってきます。鈴木さん、今日はぜひ接客の実地研修に連れてってください。俺がバトルに行くと分かってて言ってるな。二種免許のための勉強はどうした。はい。それがなんと和田さんと村松さんから合格間違いなしのお墨付きをもらったんです。本当か。模擬テストでも合格点以上っす。俺死ぬほど勉強したんすよ。ねえ、平川さん。清川くんずっと頑張って勉強してたもんね。鈴木さん、連れてってあげなさいよ。実際に現場の仕事を見ることは大切だわ。しかし、仕事といっても今回の依頼は。行きたい。行きたい。研修へ行きたい。行きたいですでしょ。まあ勉強熱心な子ね。連れてってあげてよ、鈴木さん。はい。やだ。いくつだよ、清川。四天王は残り二人っすね。絶対制覇しましょう。最初に戦った四天王がクラッシュ梶原で、前回がクールよしみとなると今日来るのは。Hey guys。 ジェントルマン来たな。流すタクシーのミスター鈴木ってのは二人のうちのどっちだい。で、出た！デビルキラー四天王ナンバー2、ジェントル中村。
ジェントル中丸。デビルキラー創立時から在籍する唯一のオリジナルメンバーにしてチーム最年長のベテラン走り屋。ちょいわる親父ならぬめちゃ早親父。酸いも甘いも味わい尽くしていぶし銀の運転技術はまさに走るダンディズム。ヤングな割によく勉強してきてるな。関心だミスター鈴木。違うっす。ミスター鈴木はこっちの人です。おう、ユウがミスター鈴木。大丈夫か？結構年食ってるけど。お前に言われたかねえよ。お互いな。俺をその辺の中年と思ってると火傷するぜ。そのままお返しするぞ。いいかい？走り屋ってのは年月が経てば経つほど成熟して磨きがかかっていくんだ。高級なワインのようにな。聞いたことねえの。ミスター鈴木、ユウは四天王二人に勝ったそうだな。ああ。しかしな、俺から言わせればあの二人なんて昨日今日教習所出たばかりの子供さ。ハンドルの握り方とアクセルの踏み方を知ってるというだけで本当の意味で走ることを知らない。ミスター鈴木、今日はたっぷりと洗練された大人の走りをユウに見せてあげよう。見せてもらいましょうじゃあ。ちょっとなんか外車っぽいの持ってんな。ああ、早い早い。ミスター鈴木、お前もな。オッケー。危ない。さすがにナンバー2。すんげー勝った。鈴木さんがデビルキラー制覇に王手をかけた。ノクロは四天王のナンバーワン、つまりリーダーだけだ。おい、なぜだ。何十年も走り込んできたこの俺がタクシードライバーごときに負けた。そこだよ、お前らの誤算は。信じられん。中島のやつ、とんでもない男を見つけてきたもんだ。今中島と言ったな。なぜうちの社長を知っているんだ。知ってるも何も、中島は初代デビルキラーのリーダー、つまり二十数年前にデビルキラーを作った男だ。何？え？あの社長がデビルキラーを作った人？嘘だ。あの人ただのおっさんじゃん。20年前はみんな若かったんだ。当たり前のこと言った。中島は恐ろしいくらい速い走り屋だったよ。福岡、いや九州最速だった。信じられねえ。でも、そんなに速い走り屋だった中島さんが、なんで今はタクシー会社の社長を？え？それは、I don't know. 下手だな、隠すの。どうしてだ。あんたはチーム結成時からの唯一のオリジナルメンバーなんだろ。いや、実は俺、結成時はチームで一番遅い下っ端だったからよ。初代リーダーともそんなに話したことねえんだ。でも継続は力なりって言うだろ。下っ端の俺でも20年コツコツ頑張って続けて四天王入りを果たしたってわけさ。それなのにこんなところでタクドラに負けるなんざ、つくづく年は食いたくないもんだぜ。なんか猿の早くねえか。何がいぶし銀だバカ野郎。いぶし銀否定しちゃったよ。